男、人間の性のうち男性、もしくは動植物のオスと同義語、王子、勇ましい意を表す場合に使う。王子、勇ましい。影さんちって岬の方なんだね。うん、もうすぐだよ。わあ、へえ、洋館なんだ。この島じゃここだけなんだよ。もともとはここに流れ着いた西洋の人のために作ったんだって。けどなんだろう、僕に見てもらいたいものって。ごめんください、イクトです。はい。え、千景さんってお姉さんとか妹さんいるの？え、ほら、ああ、バナコさんのこと。ちょっと待ってください。しました。あの、どうも。いらっしゃいましたわね、イクトさん。今日はいろいろと観察させていただきますわ。さてと、それではおもてなしの準備を始めなくては。どうぞ。千景ちゃん家のメイドをしているパナコさん、本当に申し訳ありませんでした。あ、本当もう気にしなくていいから。パナコさんはね、世話好きで気立てがいい島一番の美少女って評判の子なんだよ。島一番の美少女。パナ、ダメだ、想像の翼が広がらない。料理の腕前だってすごいんだよ。島一番かも。そりゃすごいな。やめてください、恥ずかしい。私です。ああ、私ったら。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫、イクト。なんとか。ちょっとおっちょこちょいなのがたまに傷なの、パナコさん。お待ちしてました。腰、死んだのか。ちかげちゃんの見せたいものって似合ってますか？ちかげさん、
その格好は。あら、お気に召しませんか。それでは。へい、いらっしゃい。いいアワビ入ったよ。では、これでは。かわいい。なかなか。リクト、どう？鈴まで。なんか楽しそうだったから。でもこれ胸がきついんだよね。本当にこれでいいんですか？私にとっては普段着なんですけど。普段着ね。でも考えてみりゃこれが一番コスプレだよな。で、なんであんな格好をしたわけ？イクトさんに喜んでもらおうと本に書いてありましたので。本？はい、こちらに。板前さんにパンダ、巫女さんに若奥様。そんなお参考にしちゃいけません。はあ、でもなんでこんな本が島にあるわけ？あ、それは嵐が起きると時々島の近くを流れていた外界のものを波が引き込んだりするんですの。先ほどの本などの他にもいろいろなものがありますのよ。それをイクトさんに見てもらいたくて。うん、いいよ。助かりますわ。でも流れ着いたものの中で一番興味があるのはイクトさん、あなたですの。こちらですわ。すごい数の本だね。ここにあるのはごく一部ですわ。アイランド号に積まれていた本のすべてが家にありますから。ここだけでもまるで図書館だよ。千景ちゃんは島一番の物知りさんなんだ。みんなに勉強教えたりもしてるんだよ。で、見てほしいものって？まず、これですの。オッケー？ああ、電気炊飯器だよ。電気炊飯器？この中にお米を入れてボタンを押すとご飯が炊けるんだよ。すごい。火は使わないのですか？うん。では、こちらは？電子レンジだね。食べ物や飲み物を中に入れてボタンを押すと熱々になるんだ。こんなただの金庫みたいので火はいらないのですか？うん。へえ。僕にとっちゃあって当然のものでも彼女たちにすれば未知の代物なんだな。なんかちょっと新鮮だな。この島に来てからはいつも僕の方が驚いてたけど。外の世界の文明がここまで発達していたなんて。ねえ、イクト、早速使ってみようよ、このご飯炊けるやつ。そうですわね。私も動いてるところ見てみたいですわ。使えないの？だってこの島電気ないでしょ。電気ってあの街灯とかを光らせているエレキテルですか？エレキって、まあそう。今の文明の道具は電気がないと役に立たないんだよ。では、ここにあるこれも、これも、これも、これも。ただのゴミだね。真っ白になっちゃった。悪いことしちゃったかな。ゴミ屋敷。残念ですわ。でももうこれらの正体が分かっただけでもよしとしましょう。こんなものを作れるなんて外の文明はすごいですの。じゃあそろそろ帰ろうか。うん、そうだね。え？帰っちゃうんですの？うん、だってご飯作んなきゃ。はあ、そうですか。でもまあ目的は。ああ、
いけませんの。肝心のイクトさんの関節が。ちょっと待ってくださいですの。よかったら止まっていきませんか。止まる？はい。どうするスズ？夕食も準備しましたし、食後には甘いものも用意してありますの。豆大福。ねえねえ、お呼ばれしていこうよ。ねえねえ、いくと。じゃあ遠慮なくごちそうになろうか。それではしばしお待ちを。懐かしい島の外のお料理で、イクトさんも大満足でお引き止めですわ。それにしても不思議な料理ばかりですの。ハンバーグ、ラーメン、ドリア、グラタン、パスタ、フォアグラ、ボルシチ、よくわかりませんの。建物が洋風だからやっぱり食事も洋食かな。洋食？ん？ああ、西洋の食べ物のことだよ。何が出てくるのかな。エビフライ、シーフードドリア、スパゲッティ、それともカリーライス。お待たせしました。イクトさんのおられた島の外のメニューを作ってみました。本当？さあ、どうぞ召し上がってください。これは何かな。ハンバーガーですの。ハンバーガー？ヘンベとお豆腐って合うんだね。おいしいね、ハンバーガーって。違います。では次のお料理を。これはラーメンだよね。はい、そうですわ。今度は見た目もそっくりだ。いただきます。この麺は、糸こんにゃくにこんなうどんみたいな食べ方あるんだ。まあ、ダイエット用の麺みたいなもんか。どんどん参りましょう。ちこげさん、これは？たこ焼きですの。たこ焼き？でかっ。え？あ、オクトパース！あらら、まだ生きてましたか。タコ丸ごと一匹入れてたの？はい。待てすみませんですの。いいっていいって、気持ちだけでも嬉しいから。ああ、すぐに何か別のものを作りますわ。頼むよ、普通のご飯でいいからさ。普通？例えば？そうだな、カレーライスとか。あ、この島にはないか。魚のカレーとご飯じゃないからね。ありますよ、カレーライス。え？あの辛いやつだよね。私苦手。え？美味しいですね。カレーあるの？あ、はい。カレーライスは文明開化とともに日本に入ってきたものですから。へえ、カレーってそんな歴史のある食べ物なんだ。それじゃあ一つカレーライスお願いしようかな。わかりました。うわー、カレーライス、いただきます。どうですか？お口に合いまして？いや、まさかこの島でカレーが食べられるとは思わなかったよ。あれ？思ったよりまだ早いんだな。それじゃあやっぱり帰ろっか。何言うんですの。あ、いや、やっぱ悪いしさ。それにお洗濯物も干しっぱなしだしね。ダメですわ、観察はここからが本番ですのよ。観察？
本番って？あ？いや、その…なんでもないですの。こうなったら、強引にでもお止めしますわ。あー！ハエがタコさんの頭に！ペチッと！うわあら、ごめんなさいですの。ありがとですわ。どうぞ、こちらですの。ありがとう。僕は二人の後に入らせてもらうから。あお、イクトっていつも一緒に入ってくれないんだよ。なんでかわかんないけど、いつも鼻血出して伸びちゃうしさ。そうですの、計算外ですの。イクトさんのお背中を流しながらいろいろと調べるつもりでしたのに。まあいいですわ、他にも手はありますの。夜は長いですし。こうしている間にも、イクトさんへの探求心は膨らむばかりですの。膨らむ。たまには人んちのお風呂もいいよね。お、じー。ふにゃ、なに、ちかげちゃん。探求心で思い出しましたが、すずちゃんの胸の急成長も気になるのではかなり上位に位置づけされていますわ。何よその手は。ついでに調べさせてもらいますの。なんといつか死んじゃうよ。行くと上がったよ。ん、じゃあ入ってくるね。パナふにゃー。あ、ほう。ふぅ、大きな湯船で極楽。いらっしゃいましたの。一緒に入らないなら覗かせてもらうまでですわ。でもメガネがないと見えにくいですの。かくなる上は。わっ、え、すず、お背中流しましょうか。ああ、パナコさんか。いや、いいよ、遠慮なさらず。そう、じゃお願いしようかな。パナコさん、イクトさんはパナコさんのことは嫌がらないんですのね。どうして私やスズちゃんだと。パナ、パナ、いや、チアンス、パナコさんナイスアシスト。この隙にイクトさんを調べますですな。そこそこ端正な顔立ち、なかなかに筋肉質ですの。胸板もそれなりに。これが男なんでしょう。急にドキドキしてきましたわ。湯あたりでしょうか。ありがとう、パナコさん。あ、危なかったですな。やっぱり遠くからでは見づらいですの。少々危険ではありますが。絶好の位置ですわ。パナコさんも温まったら。パオーン！
パナコさん、もっと静かに入んないと。ごめんなさい。パナ？ん？え？パナ？ん？パナ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 。うん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 。申し訳ありません。湯あたりだって時期に良くなるってさ。結局泊まることになっちゃったね。うん、どうしたの？うん、え、何か僕すずに怒られるようなことした？お風呂、私だけの獣にして。しかげさんが隠れてたなんて全然知らなかったんだよ。パナコさんとは一緒にお風呂入ってたじゃない。うん、それが？イクトのとこでは女の子と男の子は別々にお風呂に入るって言ってたの嘘だったんだ。パナコさんはゾウだよ。ゾウも人も女の子は女の子。もう私と一緒にお風呂入ってくれるまで許してあげない。そんな。笑いあって支えあってふざけあって許しあって未来へと。私を呼ぶ声、いつも喋り合った遠い思い出も子供みたいに怒ったり、すれ違いもするけど、見つめ合って語り合って騒ぎ合ってかばい合って何度だって分かり合える。私笑いあって支えあってふざけあって許しあって未来へと繋がってく。さあ太陽めがけてみんなでハッピーステージ Yeah! I need you all of my heart Yeah! I need you all of my heart For me you're gentleman Gentleman男、人間の性のうち男性、または動植物のオスと同義語、王子、勇ましい意を表す場合に使う。ますます謎は深まるばかりですわ。ヒクトさん、これからも調査させてもらいますの。あら、お風呂に入ったわけでもないのに湯あたりですの？はぁ。